バベ国立公園、カットバ国立公園、ベトナムの国立公園は、ベトナムの国立公園に関して記述する。ベトナムの国立公園は、恒例を通じて、ベトナム政府によって公式に認められた称号である。通常、多くの省や市の領内にある国立公園は、ベトナム農業農村開発省によって管理されているが、省や市の境界内にある、 国立公園は、省や市の人民委員会によって管理されている。ベトナムの国立公園は、自然の生態系、動植物、亜熱帯雨林など、多様な自然の景観を保護するために、北から南、国境から離島まで広がっている。現在、ベトナムには34の国立公園がある。クックフン国立公園は、百六十六年に、人民省、タインホア省、 ホアビン賞の賛成にまたがって設立された最初の国立公園である。一方、最近設立された国立公園は2020年12月にクアンナム賞に設立されたソンタン国立公園である。フォンヤケバン国立公園は最大の面積を持つ国立公園であり、シュアントイ国立公園のマングローブ林は最小の面積の国立公園である。 フォンヤケバン国立公園は2003年以来ユネスコによって世界遺産に認定されているベトナムで唯一の国立公園である。さらにバイトロン国立公園の一部はハロン湾の世界遺産にも含まれている。カットバ島のカッティエン国立公園やカットバ国立公園など他のいくつかの国立公園もユネスコの暫定遺産リストに含まれている。バベ国立公園は バベナハン自然遺産地域に属している。ベトナムのもう一つの提案された遺産は、クックフォン国立公園にある、コンムン洞窟である。ベトナムの国立公園のいくつかを以下に示す。ありがとうございます。